だったり出たりしますよね。薄い感じ。これがまあ普通の太さですけど、これは消えてなくなる。で、目尻だったら例えば30代と70代、あんなに毛細血管違うんですよ。だこういう薄くなってる血管、ゴースト血管がそのうち消えてしまう。それと栄養がいかなくなっちゃう。はい、いかなくなるし、老廃物もこの緑の物質も捨てられなくなる。っていうことが起こるんですね。で、この状態から今からガスを入れますから、このスピードを見といてください。血管の、ゴースト血管が何かかっているここのところの太さも見といてください。で、吸い始めたら、3秒、5秒で変わってきます。で、深く吸ってみてください。ちょっともう早くなりましたね。だんだん太くなってきます。最初に横に走ってると、ちょっとここに血が行くまでに時間がかかるので、横に行かない人ですと、大体3秒でガンって変わります。で、ここ太くなってきました。ああ、出てきましたね。で、毎日、どうですかね、30分とか1時間を吸っていただくと、大体3週間ぐらいで、この血管が普通のこういう血管に、ああ、太い、活発な成長していきます。だんだんスピード上がってきてます。ああ、よし。